人として恥ずかしくないですか？ぶっ飛ばすぞ、俺。とことんやろうぜ。話し合いをよ。うら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 。大人として恥ずかしくないですか？ごめんねしな。兄貴、やっちゃってくださいよ。吹っ飛べ。まとめて病院送りにしてやる。大人として恥ずかしくないですか？くらえ。ほらよ。ほら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 。今の君、そんな格好ですか？僕はあなたたちとは違う。まとめて病院送りにしてやる。ほらよ。大人として恥ずかしくないですか？おねんねしな。ダメ！ウエン！ウラ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 ！ほらよ！ウエン！今の君、そんな格好ですか？まとめて病院送りにしてやる。ほらよ。大人として恥ずかしくないですか？ダメ。大人として恥ずかしくないですか？大人として恥ずかしくないですか？まとめて病院送りにしてやる。ほらよ。大人として恥ずかしくないですか？くそ、こんなガキ相手に今日はこれくらいにしといてやる。なんだかんだ疲れるな。覚えてやが。次に会った時がお前たちのファイナルだ。行っちゃいましたね。まだちゃんとぶちのめしてないのに。あんな大人にはなりたくねえな。
先輩はなりかけてますよ。は？あいつ、はっきり言いやがって。桜崎先輩といると自分の中でのサッカーが膨れ上がってくる。なんだ、何をやっていたとして。そんなないはずだろ。サッカー、きったねいつからあんだこのボールよし始めっか。さあ野球ファンの皆様、放課後のショーの時間です。さあ決めるぜ。いい場所にくれよ。俺のファンを喜ばせんとな。いつも思うのだが、俺たちは野球部なのにサッカーでファンサービスってなあ。まあいいじゃん、この学校じゃサッカーボールの使い道それくらいだぜ。必殺天空サンダー。ああ、痛い。今日も受けてるぜ。俺らの注目度も安定だな。よっとおおおっとなんだよこれ。あれは野球部だ。あいつらは午後になると校庭でパフォーマンスして人気取りをする。でもこの学校でサッカーは。後輩、この学校にサッカー部がない理由を知ってるか。確か発端は5年前の事件。学校側は問題を起こしたサッカー部を廃部にすることで事を収めた。そうだ、以来この学校でサッカーは人権をなくした。奴らはサッカーを笑い物にしてこき下ろしてるだけだ。あれはサッカーじゃない。あんら？おお、桜崎か。悪いな、こっちに蹴り返してくれ。ここにサッカーはない。だから僕はここに来たんだ。まれに子供に見られる先天性の心臓疾患です。今後は走ったりするような激しいスポーツは控えていただくことになります。僕は何ともありません。
サッカーできません。このデータを見る限りそれは控えた方がいいでしょう。でも安心してください。日常生活にはほとんど支障がありませんから。データを見る限り。データ、なんだそれ。そんなもので僕からサッカーを奪うの。ある日突然僕の前からサッカーが消えた。サッカーを忘れるためにここに来たんだ。だけど許せない。先輩は許せるんですか、こんなこと。サッカーが大好きで一日も練習を休まなかった、そんなサッカー少年だった桜崎先輩は許せるんですか。先輩！俺にはもう関係ない。サッカーはやらないと決めている。どのみちこの学校でサッカーは禁止されている。ふざけんなよ。何？やらないと決めた、禁止されている、親の敷いたレール。先輩の前にある壁はどれだけのものだって言うんですか。先輩は自分の境遇とガチで戦おうとしたことありますか。僕は探した、僕がサッカーをする方法を。病気の本もいっぱい読んで、ネットだって探した。泣いてわめいてもがいたんだ。でもダメだった。どれだけ努力しても僕がサッカーをしてはいけないという事実は変わらなかった。だから忘れようとしてきた、忘れようと努力してきた。先輩にはあるじゃないですか、風のように走れて強烈なシュートが打てる足。先輩にはやれる。先輩はまだサッカーがやれるじゃないか。くださいよ。いらないならくださいよ。先輩のサッカー僕にください。僕がサッカーをするから、いらないならくださいよ。桜崎、いつまで待たせんだよ。サッカーは そんなんじゃない。ここは俺の出番だ。俺は父さんに一度だって口答えをしたことがなかった。支配されていたからじゃない、俺自身が選んでいなかったんだ。だから今俺は俺の道を選択する。
スプリング杯第1回戦、雷門中対北洋学園です。フットボールフロンティアの前哨戦ともいえる本大会ですが、不動の王者雷門中が今年も大会を制するのか注目ですね。そうですね、北洋学園も九州の強豪としてめきめきと実力を伸ばしていますからね。お、選手たちが出てきましたよ。ソラミア、ライモンはどうだ？っていうか最強の敵ってなんか無性に上がりますよね。ああ、今日ここで時代を変えるぞ。はい。アイホンをここで泣けてきた。今日も楽しみだね。作戦はどのように？いつも通り、レン君に全部任せてある。さーて、注目の大型新人どう動くのかな。無敵のライモンに九州の新鋭北洋学園はどこまで迫れるのか。北洋は去年1年生ながら存在感を見せつけた空宮星を中心にチームが再構成され、相当パワーアップしているようですよ。タクティクス、トライダイブ。来るぞ、パーフェクトサッカーの北洋。合理的な教育プログラムによって各選手の戦術眼は極限まで高められている。さらに個々の選手の能力は極めて高く、中でも空宮星は群を抜く。やっぱ気持ちいいわ。ササナミ運命、受け止めてやるよ、お前の思い。桜崎！すまん、少し力を入れすぎちまった。感謝するぜ運命、おかげで目が覚めたぜ。僕だって同じなんです。運命だなんだと言い訳して逃げてきたんだ。現実と向き合う勇気がなかったんだ。僕はもうサッカーから逃げない。野球部の先輩方、サッカーで僕らと勝負しませんか。は
ここってみんなの校庭ですよね。野球部の先輩たちが独占してるのってなんか違うと思うんです。勝負をして僕たちが勝ったら校庭をこんなことに使うのはやめてもらいます。あれ、あいつ運命か。やっぱ俺が見込んだ通り面白いやつなんじゃん。いるんだこの学校にも。空気読めないやつ。ん？お前誰だっけ？笹波、運命。運命君よ、君誰に喧嘩売ってるか分かってんのかな。ええ、サッカーを侮辱する奴を僕は許さない。どうすんだお前、この学校での権力の頂点、野球部に喧嘩を売ったんだ。学校中を敵に回したも同然だな。言ってしまったものだが、サッカーでの勝負、こうなったらサッカー部を作るんですよ。何？お二人さん、面白そうな話混ぜてくれません？なんだお前。運命と同じクラスの木曽路平太です。今まさにお仲間が足りないって話だとしても、実はここだけの。何？今は仲間が欲しい。お、いいのかよ桜崎先輩の。それはそうだが、では明日からサッカー部再建のために動きます。二人とも協力してください。お、わかったぜ。面白くなってきた。
お呼びでしょうか。生徒がグラウンド使用権をめぐって決闘をしていると聞きましたが、本当ですか？で対決するらしいんです。それはいけませんよ。サッカーはいけません。英子先生、先生も5年前の事件はご存知？はい、聞きました。サッカー部の生徒が他校、その子たちは補導され、サッカー部は廃部になったという事件ですよね。その件で我が校の世間の印象は著しく悪くなった。我が校の唯一の汚点です。それからこの学校でサッカーはタブーとなった。やっとほとぼりが冷めてきたところですし、今更サッカーの件を蒸し返されては。困る。はあ、生徒のことは生徒に解決させるのが一番。我が校の厳粛なる生徒会に処理してもらいましょう。運命遅いぜ。悪い、ちょっと調べたいことがあって。それでサッカー部を作るったって一体何からやるんだ？そりゃ当然。いや、まずは部室を探そう。自由な校風が売りの南雲原で、新設クラブの申請は比較的簡単。でもその多くが使う物質がないことによって待ち状態になっている。つまり物質を確保できれば、すでに申請が出されている新設希望クラブを出し抜いて承認されるってことか。うん。しかしサッカーは禁止。このルールがある限りどうしようもねえぜ。その問題も同時に片付けます。サッカー部禁止令を解除する鍵は生徒会が握っている。生徒会？それを調べていたのか。でもサッカー禁止令は学校の指示だろ？生徒会を味方につけても。僕に考え。校内の目ぼしい空きスペースは